自由が丘出会おうねにちょっと行ってみたいと思います。自転車でお散歩です。10月20日オープンですね。ここの右ですね。上の屋上庭園に行ってみたいと思います。サスティナブルの、どっから入るのかな。まあ新しいスポットになりそうですね。自由が丘出店、初出店が11店舗と、もうどこも満席な感じで、一軒ずつのショップは落ち着いてから来た方が良さそうな感じです。とりあえずサスティナブルな屋上へまずは行ってみたいと思います。おお、3階ですね。ここよいさん、おう。いやいや、新しいもん好きだから。はい。ちょっと知人と会って、世間話をして、で次屋上ですね。まだまだこれからオープンする店もあるみたいです。ここがヒノキだかなんだかでゴロンと寝られるスペース。これはあれですね、過去にないぐらいくつろぎスペースがいっぱいあるんで、多分関係ない人がいっぱい来そうなスペースになってしまうんでしょうね。あまり鋭利は生まないと思うけど、オープンガーデン、向こう岸にもスペースレンタルの店があるですね。ここは何だ、ここが例の塾かねえ。こんないいスペースに塾ができるという、今やもう自由が丘は有名な塾は全部出てきてるんで、なんかちょっと違うって感じだけど。で、この上が原っぱって書いてあるとこだから、原っぱでちゃんと屋上なのに庭みたいになってるらしいです。ここが原っぱ、本当に原っぱだ。あ、本当に原っぱ。あ、ここはただ原っぱだけなんだ。これは
独本仏と国家志賀富士山が天気が良ければ見えるのかな、まあ、原っぱは別にそんなスペースじゃないね、屋上ほど。まあでも自由が丘に原っぱを感じるという感じるという試みなのかな。ちゃんと見えるじゃん。よし、よし、そうですね。まあ受験生とかにはすごい立派な塾ができていいんだろうけど、まあ一般人としては商業スペースの方が嬉しかったな。もしくはスポーツクラブの方が嬉しいんだけど、まあでもここでお休みしに来る人はいっぱいいるでしょうね。こちら側から、こちら側から、これが塾なのはもったいなって感じですね。こっちはどこに続いてるのかな。これは原っぱとまた違う。感じ。ああ。じゃあ、B1 まで行ってもらう。外側と、こちらにはエレベーターがあって。で、まだ。12月の下旬にチーズドリアスイーツの店ができると。11月1日とか12月上旬オープン予定が多いな。まだまだできてないんだ。じゃあエレベーターじゃなくてエスカレーターで降りてみます。すでにパン屋は満タン。多分これが自由が丘初出店のパン屋だと思います。ここも外テラス席があって、リストワテッドクロシアムラボラトリー、外テラスも使えて中もシンプルなデザインで、これはナチュラルシューズ、これはあちこちに椅子とかテラス席が多い作りですね。これは何だろう、仮木、ニューオープン。なぜかユニクロではなく田中みな実の花束が来てて、ちょっと違うタイプです。あとはとにかく今日がオープンなので、もうどこも全部行列ができてる。
カボラワーショー、あとテレビの宣伝。ない、リーズナブルなメガネ屋さんですね。そんなに広大なスペースではないけど、とはいえ、薄着のスクエアよりは一個ずつの店舗が密になってない感じですね。アコメヤ東京、ちょっと知らないタイプなんですよ。サラダボール専門店、これは使えますね。サラダボール専門店とベーグル専門店で、これがここがお茶で、よっぽどっち行くんだろう、こっちかな。ベーグルショップ。で地下が前にあったピーコックのストアか。地下はピーコックストアですね。そうすると素材系ではなくて惣菜系のスーパーマーケットになってるのかと思いますが、もともとピーコックは地下があったからさして違和感はないというか、今度できる駅前のビルは地下が3階まであるので、あ、やはり旧ピーコックと違ってほぼほぼセルフレジ、 ありがちなセルフレジですね。で、名前は一応残してあってピーコック。お酒に力が入ってて、お花は昔から売ってたけどちょっと違う。で、一発目に冷凍食品から入る。やはり素材系スーパーではない惣菜系スーパーな気がする。あ、でももともとピコックは50番とか美味しいカツの店とかだったから、まあ特に違和感はなく、まあ以前のピコックと比べるとすっきりしちゃって、いいか悪いかは分からないけど、そうですね、お惣菜系ですね。はい、どうなんだろうな、元のピーコックと比べて大きさは、どうだろうな、前のピーコックの地下よりひょっとしたら広いかな。でも素材系も安いですね。今日オープンだからかもしれないけど、そしてほぼほぼのセルフレジ。そうですね。それでこれが、そうですね、これが今日のピーコックストアのチラシで、これが自由が丘デュアオーネ店ピーコックストアのチラシ。お酒地からでもなんか美味しいお酒の専門店があったから微妙だけど、フラワーコーナーは前と比べると随分減っちゃったな。まあでももうあと11分で閉店なんだけど、人が引きも切らずずっとつながってます。多分これは閉店できないんじゃないかな。
ホール今のこの人たちを全部履けるのは無理じゃないかな。